てててて、てててててて、なんか違うな。こうか。てててててて、てててて。さっきから見てんだけど、届いてねえな、全然。おい、インチキしてんな。え、ワンナップ、ワンナップです。やべえな、これ。どうしたの、街じゃん、これ。めんどくせえな。おい、これ何やってんの？はぁ、これですか？最近、こういうゲームにハマってるんですけど。ニンテンドーのやつ？はい、マリオです。言うな、それ。無限に命を増やせるんですよ。だから練習してるんです。ああ、のこのこ使ってよくやったわ、それな。それやってたの、ウサも。できません。ああ、だろうな、不器用やから。ビダッシュ何が最近さ、他のゲーム紹介とかやっててさ、はい。不器用とか言われたの気にしてた。別に気にしてないです。そうやな、もうさっきから1個も届いてないけどな、そのブラック。そっか、まあそんな格好までしてんだもんな。わかったわかった。無敵にすんな。わかったわかった。はい。マリオがしたいわけな。はい。でもそれはね、ちょっと著作権の話になってくるんやんか。最近いろいろあるけどな、そういう問題。なんで、ちょっと、俺からちょっとお願いして、はい、スーパーウサタブラザーズやってみせるわ。見せるわっていうか、やらしたるわ。おー、うん、やりたーやりたーい。そうやろ？ってことでね、今回はね、そちらの拠点を、拠点？まあいいや。うん。はい、使ったブラッドムーンホールドやっていくわ。もう拠点とか気にしないでよさ。ウサはもう、うん、スーパーマリオや。マリオ言っちゃったよ、もう。俺だけだと思うけど、変な声聞こえてくんな、これな。おい、ちょっと音程うるせえな。おーい、うん。はい、ってことでね、ノリノリですね。今回はね、ちょっとウサタにね、任天堂のあのゲームのような横スクロールの画面でちょっとセブンデイズを遊んでもらおうと思って作った拠点が今回こちらになります。はい、ドン！ウサタ1の1。ん？ 1 の 1？ わーい！わーい！よっしゃー。ってことでね、簡単に作ってみましたよ。はい、これ説明はいらんな。もう昔からおなじみのゲームや。うん、矢印もつけ通し、親切にな。うん、これ、まあな、ゾンビはね、さっきウサタがぴょんぴょん跳ねた山に登ってきますよ。ね。はい、そっから、せっこらせっこら、この矢印通りに、だん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 右に向かって進んできます。そうそうそう、うん、キノコは出てきません。うん、したらね、まあ、罠置いてあったり、タレット置いてありますね。はい、レッドトラップがあって、そこも越えて、落とし穴を作った道判定にならなかったんで、見ましたよ。はい、で、一番端のここね、このハテナボックス。はい。ここに、ウサタは入っといてもらいますね。おー。さあ、1の1クリアできるんでしょうかね、ウサタは。おー、楽しい、これ。超楽しみ。そうだね、ウサタは、だから、箱の中に入って、もし目の前までゾンビが来たら、撃ってもらいましょうと。はーい。はい、ってことでね、じゃあ早速ね、これ待ってください。何？なんかおかしくないですか？私があの箱の中に入るのっておかしくないです。そうだね、箱の中に入るんや。マリオだとこっちから来るんじゃないですか？クリアできるかな？うん？なんか違くないですか？どうしたマリオみたいな格好して。私、それがやりたいって言ったんですけど。はい、ってことで、時飛ばしの方をしていきます。なんか違うんだけど、これマリオじゃなくない？なんかマリオだったらさ、マリオが向こうから来るんだけど、こっちマリオじゃん。うるさいな、始まるよ。だからマリオの格好してるのは分かっけど、だからウサはあれや、お城の降りやつや、キノピオや。キノピオ？始まりましたね。ピーチよ、せめて。怖いよ、これ。さあ、見ていこう。来るかな？どうだろう。チラリズム。フェラルゾンビだ。もう一発のろし上げたね、ウサ。来てますか？来てるの？来てます？ちょっと見てみよう、これで。はい。お、速い。思ったより速い。あ、透明になってませんよ。あ、俺？はい。まずいですね、それは。まず、これ大丈夫なんですか、私は。でもね、最初の罠のとこでなんかみんな死んでいってるよ。はい、多分もう壊れるけど。なんかゲロめっちゃ歯茎かけられてる。電流ポストがいい働きしてるね。本当に？
これって一番弱いやつ？あ、今ね、あの落とし穴に落ちたね。はい、ちなみにね、今回も狂気64体でご案内します。バカ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 。ちょっと待って、鳥来た。ちょっと待って。はい。鳥来たよ。透明になってないから。はい、完了と。うわ、そっちにいたぞ、こっち来た。ちょっと待って、鳥は聞いてない。おー、いい感じ、いい感じ。いやー、警察官来てる。あ、見えるのね、その辺は。警察官だけ今見えた。ちゃんとよくスクロールしてるよ、みんな。ほんとですか。いい、警察官だけ見えるおー、いい感じだね。ちょっと待って、お前は入ってきちゃダメなんか チートして飛び越えてきたやつがいましたあとね、上で鳥がいるね。はい、これ大丈夫。あ、燃えてる、燃えてるゾンビ。ちなみになんですが、はい、今回一番役に立ってるのはあの草ですね。草草草超強えよ。草怖い。命が無限になってる、みんなワンナップしてる。あー、いいんじゃないですかね。でもなんか、うん、こっちまで来てませんね。いい、来た、嘘です、来ました、嘘です。いや、あ、でも死んだ。いや、今回やっぱ一番役に立ってるの草と土管ですね。草と土管。あ、飛び越えてきてるよ、土管の上にいる。やばい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 、よしよし、行け行け行け、お前は何飛び越えてくる、来たんじゃあれマジ草超強いじゃん、あれ。草が強いんだ今分かったところが、草一個ね、はい、斜めらしてるパネルがあるの、はいはいはい、あれに滑って落ちる。あ、なるほどね。計算して作ったんですか、それ。まあね、まあ俺クラスになるとその辺は計算できるから。たまたまでしょ、うん、たまたまでしょ。いや、いいじゃん、いいじゃん。12時超えましたね。ちょ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 帰れいや、結構な量来てるよ。いいよいいよ。ちなみにブレードトラップまだ生きてますね。1列でお行儀よく来るから。いい、でも結構こっちまでみんな来るようになっちゃったね。てて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 てうさた寄りの2本のポールが叩かれてますね。あ、お花が壊されちゃうよ。お花が、お花が。いや、いいな、すごい猛ダッシュ出してるから誰も燃えないっていう。あとですね、あのショットガンタレットの音がむちゃくちゃうるさくてですね、さっきから若干会話が私聞こえてません。あ、もったいないな、踏みちぎってたのに。あれ、でもこれ意外と、いや、これ結構余裕か、いい拠点だよ。どうしよう。狂気なんですよね。狂気64。これが、あ、まあ、ただちなみにね、ちなみにね、ちょっとあの言わしてもらうと、さすがにこれちょっともう速攻破壊されて終わるかなと思ったんで、ブロック強度だけは強めてます、ちょっと。はい、あー、なるほどね。まあ、ステージがなくなっちゃうとね、ただの線ですからね。そうそうそう、ただの道になっちゃう。あ、まあまあ、ただ一本一本道やからな。ああ、基本怠慢を繰り返すっていうやばいな、量が。これ余裕なのでは。まあ、いけちゃいそう。ただ、うん、ブレードトラップも壊されんもんな、これ。あ、爆発してる、大丈夫かな。これ一番強いの入り口っすね。入り口、草。おお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 、女子、女子強い、女子強い。
いやでもね、タルットがやっぱ強いから、はい、よかったね、電流ポスト置いといてね。ねえ、よかったですよ、追加で置いといてよかった。よし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 、これ今まで見た中で俺一番好きだな、見た目は。あ、本当ですか。うん、私はですね、あの土管が邪魔で何にも見えません。まあ言うてこれあれやからな、1の1やから、はい、あー、1の1、1の1やから。おー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 おおおイエーイイエーイ、なんか悔しいな、これはこれで悔しいな。いたあー、でも下の罠なくなってんだもん。おー、ゾクゾク来た。おっと、やばいやばい、ちょ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 、帰れ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 。おっとおっと、旗取られちゃうよ。あれ、ちょっと待って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 旗が、ちょっと待って、どうなってんの、どうなってる、どうなってる、犬来たよ、犬来たよ。いいですね、ゾクゾク行ってますよ今。まずいまずいまずい、帰れ。あー、4時まで乗り切れるんでしょうかね。帰れ、クッパ城やぞここ。うん、キノピオがおるだけやで。めっちゃ入ってきた、めっちゃ入ってきたよ。まずい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 、ええ、やばいやばい、痛痛痛痛痛、また死ぬ死ぬ死ぬ、また死にました、ごめんなさい。余裕だったのに。さあ、こっからはね、これ、はい、最近僕がドハマりしてる貴族の遊びシリーズですね、これね。確かに、荷物取りに行きます。はい、いけるんでしょうかね、ウサタはそこで燃えるんでしょうか。燃えませんね。あ、鳥が追いかけてきてますよ。よしたよしたよしたあ、そっち、ユキオが、あ、落ちた落ちた。あれ、どうやって行くのこれ。よしたジャンプ、後ろからジャンプ来てますね。ちょっと待って、お、ちょっと待って、なんであれがジャンプできないんだ。しゃがんでんだ。痛いしんだ。何をやってるんだ、あの子は。しゃがんでんだ。くっそ。はい、みんながお出迎えしてます。全員死ね。なんだろう、面白すぎるこの映画。よいしょよいしょ、はい、1の1、1の1ぐらいクリアしようよ、ウサも。よし、どけどけ。てて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 て死ね全員。うん、待って、ナース、ナースがちょっと固まってくるよ、多分そろそろ。嘘、あ、でも落ちていくな、みんな。終わる終わる終わるよ、終わる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 終わった終わったけど、ノーデスではねえな、今回な。はい、ということで、どうだったスーパーマリオ。よく分かんなかったですけど、これマリオじゃない、マリオじゃないな、マリオじゃない、マリオや、今ファイヤーマリオや。はい、ってことでね、次回は、いつになるんでしょうかね、1の2やっていこうと思います。ってことで、お疲れ様でした。お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。